ラジオ館をギュギュッと濃縮した姫きゅん超ラジオ館濃縮還元です。はい、はい、まずは自己紹介からいきたいと思います。じゃあ、はい、アドレスも踏まえてほのかから。はい、メールアドレスは姫アットマーク co.rnb.co.jp です。頭からいこう、もう一回いこう。姫アットマーク rnb.co.jp hime@rnb.co.jp です。はい、送ってきました。送ってください。聞き取れたかな？はい。はい。ということでね、ちょっとすみません。あれだったんですけど、はい、右だけやばの16歳ほのタンクと河野ほのかです。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、姫きゅんの親指、姫まいまいこと岡本まいです。14歳の追加記念生です。今日もよろしくお願いします。まいまい、イエーイ。はい、15歳、高校1年生、長谷部まいかです。よろしくお願いします。はい、お願いします。イエーイ、本当お願いします。みんなです、よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日はこの4人で頑張っていきたいと思います。はい、はい。ということで、今週はね、今週はなんか、このメンバーで、今週もね、今週もね、このじゃ今週はね、このメンバーで、はい、この妄想恋愛恋バナ、あーちゃんのためのコーナーじゃなかった。いや、言うて前もおるけん、大丈夫や。あー、やばい。あーちゃんの恋バナっすか。経験が乏しいから無理だ。はい、もう。はい、ということで、じゃあ、その経験が豊富俺名前は言っていいのか。だって妄想がたくましいんだよ。妄想がたくましい。そう、妄想がたくましい。前々この前、へい、何、桜子が仕切った時に、うん、結構盛り上がったよ。うん、だから、え、それどういう情報、あーちゃんいなくても、どういう意味ですか、あーちゃんいなくても。あ、そうそう、マユリンがなんか恋バナ好きらしくて。そうそう、でもなんか、マユリンがね、恋バナしようって振ってくるくせに自分のネタが全然ないよね。そうそう、ネタないけんさ。なんやろね、あの人。言うてみんなネタないけどさ、妄想しかね、そうやらんよね。悲しい。妄想で、え、こういうのよくないばっかりね、ずっとね、毎日、ね、何回も。じゃあ、いいこと考えたら、うん、今日は、うん、自分が男になったとして、うん、いい、アイドルとデートしようか。うん、あー、いい、やー、やだ、誰とさせてくれる、ね、誰とさせてくれるんですか。あ、自分で決めて OK よ。じゃあ、今回から行ってみようか。デートプランから行ってみようか。いやいや、その決めないけ、マジで。まず、誰とデートしたいかを言ってよ。誰とデートしたいの。だってアイドルやろ。うん、大丈夫。毎日違う人。いやー、たらしや、たらしや。もうやめよう。だって付き合ってしゃあないよね。しゃあないけど。今一番デートしたいの誰。今一番デートしたいの、うん、さきち。あ、誰、マイレージの、うん、ちょっと卒業しちゃったけどね。うん、どんなデートしたい。はい、どんなデートしたい。え、でもまだ敷地まださまだ若いからさ。どういうこと。若いからさ、やっぱりこう犯罪だったらいかんねと思って。どういうこと。待って待って待って、え、何歳。自分おじさんの設定。どこ連れてくつもりなの。おじさんの設定な、おかしいやろ。いや、な、じゃあ同年代設定。今の年齢やろ。あ、大丈夫なんかな。大丈夫か。どういうこと。ごめん、その子わかんない。何歳なの、その。うん、さっき言ってやった。何歳。わかんない。何歳。何歳なの。え、中学生です。ああ、中学生、高校生が、あの、一日中振り回すってこと。ああ、それはちょっとあれやね。きついかな。もっと近い年齢の人、誰よ、おらんの。
じゃあ考えとくからさ、前々から言ってよ。じゃあ前々言ってようか。はい、はい、年関係なくてもいい？いいよ。あのね、年関係なかったら、楽しそう。今はね、キュートさんの萩原舞ちゃん。今はじゃないやろ、今はじゃろ。名前だけ受け取ったら、自分もまだ舞っていう設定にしたらさ、おさめない。舞音舞舞でやろ。いやだ、舞音か絶対嫌なんやけど。まあまあまあ。どんなデートしたいの？どんなデート？ね、なんか、いろいろしたいかな。海行きたいの。なんか、はい、午前中っていうか朝じゃなくて昼から、ちょっと待って、はい、昼から、集合じゃないわ。何？会って、で、そう、待ち合わせして、どこで待ち合わせすんの？迎えに行く。うん、話が聞いてまあまあどこかはまだ定まってないって言うんですよ。そう、定まってなくて、で、まあ、もう仲いいけん、もう家まで迎えに行ってればいいやん。そうな、家まで迎えに行って、そっから二人で一緒に映画行って、映画見て、で、まあ普通なんかわちゃわちゃ遊んで、で、夜星空が、天気なんよ、その日は天気で夜星空が綺麗な時にちょっと待って、夜空に行きたい。ちょっと待って、夜空見て星が出とって、この一番輝いてる星を君にあげるみたいなベタなパターン。誰それ？誰それ？言われたことあるんか？ない。よくあることない、なんかベタな展開ってことね。でもそれは嫌だ。夜空の人は、はいはい、夜空の人は何するんですか？前前星綺麗だねーなにほのか、はいどうぞ。思いついたんだ。いやダメだよ、今前の話で。こうのほのかちゃん、え、もう終わってないの？終わってない。夜空の人は何やろ？もっと来たいよ。マジで頑張れ。来たいの？いやだ、前ここで終わる。はい、ということで、ほのかだと思った。お泊まりコースもいいよ。ほのかは、決まった？誰かとするか。うん、決まりました。道重さゆみちゃん。あー、はい、ほんでで、ですね、アイドルのライブに来ます。一緒に行きたいかも。やろやろ、行きたいね。デートで。女の子同士じゃない？それ違う。え、違う、カップルでも行きたい。うーん、ないですか？楽しそう。一緒に。いや、言いにくくなる。いや、アイドルだから。アイドルの全般的に。うん、行きたいかも。やろ、行きたい。あ、でもそしたらバレたらいかんか、アイドル。あ、そっか、アイドル。アイドル。その子に踊ってもらえばさ、アイドル。いやいや、それはいかん。やっぱりその子はアイドルとして見れんやんか。わかんない。一人の女の子としてこう見るわけやから。それはなんかね。ごめん、自分女だからわかんないや。確かにね。その後は？その後は？その後？ライブ行った後は？ライブ行った後は？疲れてるわ。ご飯食べに行くやろ。何食べに行くの？盛り上がってもらえ。食事のフレンチとかあるじゃん、イタリアン。そのままカラオケ行ったらいいや。あ、一緒に歌うみたいな。そうね、そんな具体的にはちょっと思い出す。だってほのか女やし。そういう企画です。今そういう企画なんや今。うん、で何かな。そうね、そうやね。わがまま言われたいね。わがまま言われたいや。でもほのかも言うけん、どうしようかなってなるよね。確かに。実際でもわがままいいやって、もう分かれてまう。いや、分かれてまうよ。1日限りの。ということで、デートを1秒か。え、萌え？萌え、そんなにアイドルもともと知らんし、好きなアイドルおるけど、そのデートの対象として、見てない。憧れみたいな。考えれんのよ。ずっとね、ほのかと前々のね、話聞きながら考えよったけどね。考え。でもなりきるんよ、男に。そうやな。なりきっても、なんてアイドルは、アイドルで遠い存在やん、やけん。そういう現実味を見たとこと、みたいな。妄想だからね。そう、妄想でも、妄想でも考えれんわ、私は。リアルにいっとるね。やりき。じゃあ、はい。あなたは一番なんか、エミね。そうじゃないですか。エミですか？エミは、もうあれですよ。コンコンは、ちょっと待って、話してるの今。あ、ね、まず朝、もう朝一、朝一で。朝一か。え、誰？誰？まだ、待って。あ、落ちがあるのか。待って。考えてるんだから、昨日から。マジで？今考えてる。朝一で、AKB ホテルの、太田愛花ちゃんと待ち合わせします。あー！
8時やめたやめた早くないうちにあのラブタンを起こします眠起こすんだ、はい、怒られるやろ電話でモーニングコールします、うん、朝で起こします、うん、怒られる待ち合わせはしてないんですよ、うん、してなくて電話かけて今日遊ぼうって言って、うんで家まで行きます起こしますめっちゃ怒られるおはようっていきなりすぎるんだよで、まあ、家でゴロゴロしたいしたいしたいわけで、まあ、家ででまあまあお昼ぐらいにご飯食べてバイバイって一回帰るんですよ、うん、で街に行きますその後、まあ、一人で、うん、で北海道あの丸井レコードさんの前で待ち合わせなんですよ、うん、え誰かまで誰かまでそういいんですよで丸井レコードさんの前で、うん、エミがこう立ったってちょっと遅れたって言ったら丸井レコードさんの前で、うん、AKB 法廷所の峯岸みなみちゃんが待ってます、うん、えちょっと待ってラブちゃん待ったお前はそれ見渡してるってこと見渡ってまた2股か、はい、峯岸みなみちゃんが待ってます、うんはいでそっからトコトコトコトって近店街歩いて北海道まで行って映画を見ます、うん、2人ではい2時間ぐらい、うんうん、で、はい、まあ今日はバイバイお疲れまた遊ぼうねっつって家帰ります、うん、で家に帰って、うん、プルルプルって電話します、うん、プルル家帰るんかい帰らんでいいやんねプルプルプルガシャってしたら下だよ、うん、したらベリーズ工房の清水咲ちゃんが電話に出ますうん、うんじゃあもしもし、あ、今どこって、うん、家、分かった、うん、お晩ご飯食べた食べてない、お、じゃあ飯行こうかって行きますちょっと待ってえ、なんですかめっちゃ渡るやないそれいい、それありな、それありやったらさありやったらさ、ねえねえねえ家帰ってまたでもそういう男嫌や、ほんまやだ、そんななんか、いろんな女となんかされるの嫌よ。ごめん、AKB が見て。アイドルの名前がわかんない。私だけを見てとか言うし。私だけを見て。夜は、キュートの中島咲ちゃんちで寝ます。えぇ、ー、一緒に、ちょっと一緒にお昼寝。フレイズお昼寝じゃない。そういね。普通に寝じゃないわ。そういねじゃない。普通にお泊まり。ちょっと。そのなんていうの、なんとか咲ちゃんの最後の子中島咲ちゃん。寝に行くだけ？寝に行くだけどういうこと？え、でまた朝で、朝ごはんはモーニング元モーニング娘。のコンコンに作ってもらいますどういうこと？マジでありえもうやだ、そんな男絶対嫌だ、嫌だはい、ということで、妄想恋バナでした次の曲は恋のプリズンです、ぴったりカブへ震える空は恋の道の駅は私に
残念ながら生放送じゃなくなりました。ごめんなさい。はい、ということで、それでは私たちが CM に出演しています。キスケボールさんからの案内です。はい、キスケボールといえばですね、うん、はい、あれですよ、私たちがあの CM で使ってる、うん、巨大メディアスクリーンっていうのが飛び出てくるとあるんじゃないこうやって出てくる。そう今日も、今日じゃないわ、あの非常口のマークで出てくるやつ。そう先週もね、ダウリングしたよね、はい、けどイベントした時にね、ピーブルズと流れてる。でっかいよね、あれ。そう、あれ常にやったいのに、家の確かにね、やばい、それはやばい。どこまでこうやって見てるのこんなやつ。これ横にめっちゃ細くない、もう端から端までもう顔アップの時やばくない、あれ。横に伸びるやない。やばいよね、あれ。ということで、で実際ボーリング選手しましたけども、どうでしたか。その44連あるよね、確か。そう、スケボーリング、そう、全部ね、よかった。だって10連だけでも端っこ半分もいってない。そう、半分もいってないよね、うん、めっちゃ多い。80連使ったけどね、その使ったけどね、全然ボーリング大会でね、めっちゃでかいやんって思った。スケって改めて、めちゃくちゃでかいね。でかい、うん、ボールもね、めっちゃあるよね。そう、いっぱいある。6か6からもう10何ボールみたいな、結構あるよね。バスケのね、ボールの模様になっとるんがお気に入りやな。知っとるそれ。今日使った。あ、今度あずき使った。あ、あの時使った。7号かな。赤に白のやつ。そう。マジでエミネ。赤。最初6やって。めっちゃね、思いっきりしてね、キッズって書いてあげる。6号のやつをこう使いよったよね。うん。したらなんか、サコに、7の方がいいよって言われてね。そう。ね、重い方がね、行きやすいっけ。やっちゃった。違う、ほのかね、でもね、6持っとってね、それが緑やったんよ。なんかね、遠くから見たらね、ラインが黄色やけんね、メロン抱えてるみたいな。そう、しかもね、ボール、7の時かな。こう後ろこう下げるやんか。その時ボドーって言われる。あるあるある。しかも投げる時ほんのか手足バラバラになるけど。エミリー投げてね、ここあるやん。ガーターレンとかあるやん。あそこ滑るやん。あそこってめっちゃ青くすなっとるけん。全部あそこまでバーって言った時行ってしまって、こうガツッとかけたんよ。そう。あー、足入ってしまう。ずるずるって。そう。ダメやん。ファンの人めっちゃ爆笑やけんね。え、ちょっと待った。心配してほしかったよ、今。心配しよったよ。それで、それ。前はね、前は心配しちゃったね。前。はい、ということで、何や、まあまあ失敗話はいいんですけど、ディスコボールっていうのも、ディスコ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 、カモン、はい、ディスコボール、はい、決めたらいけませんけどね。まだね、ちょっとね、中学生以下でしたっけ、あれ。え、違うやったら18歳上だ、夜だもん、夜だね。ディスコボールか。そうそう、サコはいけるやん。サコはいけるね。踊ったり歌ったり。そうすごい。 DJ さんがこうやりながらめっちゃ盛り上がったところにはなんかポスガードみたいなもらえるよね、確か。とか撮影とか、あとはボーリングパックが最近はおすすめらしい。めっちゃ安いらしい。え、めっちゃ安いらしい。だから早く内容を教えてくれ。それはいいんだよ。それはいいんだよ。ホームページは何？そして何？チェックって言ったんです。そして第2、第4土曜日は高校生以下ワンゲーム270円と。おお、やばい。今日ね。え、もう練習しようかな、それで。この間ボーリング。練習しようと思った、今日。ちょうど思った。めっちゃ思った。やばい。ボーリングやらってかなって思った。なんかね、家族、自分が大人になって結婚した時に。それ恥ずかしい思いするよね。恥ずかしいと思った。そう。そう、でもなんかボーリングってなんか大人の遊びかなと思ってしまった。どういうこと？思った。それも思った。なんかダーツとなんかあんまり変わらない。ビリヤード。頑張って発音よ。なんで発音よ。無理やろ。その唇じゃ無理よ。唇じゃ無理するな。え、この子が無理や。ウィット君が。坂井さんさあ、その子じゃ無理やね。ビリヤード言えんね。そう、ビリヤード。ボーリングは発音よく言えるんですか。ボーリング。違うと思うよ。それ違う意味の英単語になる。じゃあメディアスクリーンで見せて。メディアスクリーン。普通や。普通やないですか。ディスク。とほのかがいっぱい発音してくれました。はい、たくさんあります。本当に楽しいキスケボール、ぜひぜひ行ってください。そして今日はね、もう一個お知らせがあります。はい。先週もその前も言った。その前も。言ったね、告知させてもらったけど、はい、私たち「ひめきゅんフルーツ」か「阪急交通」もう一回行きましょう。私たち「ひめきゅんフルーツ」か「阪急交通社ひめきゅんと行く初詣バスツアー」イエーイ。もと
盛り上がれイエーイ。いついつ、これは2012年来年ですね、来年2月14日から15日土日バックホスカはい、ということでね、そう1月どこに行くの。淡路島です。はい、行きたいよ。あ、行く。間違えた。ごめん。土日なんでね。そうそう、土日なんで、お仕事してる方でも。あなた方がその中島夏合宿がとても楽しかったと。うん、そう。たんで、それで作ったんですよ。でも初詣ツアーでバーベキューできるんですか。バーベキューはしませんけども、バーベキューに変わるものをします。いろいろね。バイキングで君たちがあーんしたり。あ、バイキングやったんですか。って書いてあったよ。あ、マジ書いてあったよって。バーベキューかと思ったよ、あれ。あ、バーベキューって書いてました。え、バーベキューって書いてあったよ。じゃあやるんじゃない。まあまあ詳細は。やったー。やった。え、でも淡路島で、え、初詣、え、寒っ。いやいや、あのホテルの中ですね。ホテルの中。え、すごいすごいすごい。大規模趣味ね。ね、みんなほんと一緒に行こうよ。ね、一緒に行こうよ。いや、行くって。え、違うよ、そうじゃない、ファンの皆さんに。いいよ、みんな来るって。わからんでしょ。わからんでしょ。待て待てよ。就任にして疑い深すぎるやろ、ちょっと。ダメやろ。で、困っちゃったらね。純粋な気持ちを持とう。あ、みんな信じるよ。何よ。え、どういうこと。はい、どういうこと。前は何。このね、このね、2012年の頃にはね、もしかしたら、姫キュンってなっていっぱい来てくれるかもしれんけど、逆のパターンもあり得るやん。どういうこと。まあね、姫キュンみたいな。いや、姫キュンも飽きたんやけどってなったら嫌やん。グループ変えみたいな。やめて。そんなの、そんなのせんよね、みんな。うん、せんよ。いや、怖い怖い、姫キュン。わからんなったよ。まあね、3万9800円ということで、ちょっと高いけど、学生の方とかは今からね、お年玉使おう。はめて、そう、お小遣い使って、ぜひぜひエミラのためにお越しなの。多分ね、インターネットによる先行予約が始まったか始まりつつある頃です。うん、ホームページをチェックしてください。はい、待ってます。みんなで行こう。待ってます。はいはい。ここでメールコーナーです。ラジオネームリラックマのネックレスをしたイケメソさんより、イケメソよりさん。昨日今日と2日間この間ですね、うん、昨日イベントした時です。2日間イベントお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。2日間とも参戦しました。お、ありがとうございます。改めて、改めて、改めて、やっぱ姫君だなって思いました。やった、ありがとう。知ってる、やった。これからも応援します。体に気をつけて頑張ってください。はい、最後に、ありがとうございます。最後に、最後に、萌え会出来合い中です。また会いに行くぜ。また会いに行くぜ。また会いに行くぜ。物価に会いに来る。心コロ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 。行くぜって言っといてめっちゃ照れてるんだけど。来ない来ない、行くぜ。次本の顔に。あー、はい、あー、はい、あー、はい、ラジオネーム、みさきパパさんからです。おはい、ありがとうございます。ありがとうございます。先週の川之江公園、そして、ケスケにてのボーリング、参加しました。ね、ありがとうございます。はい。初めての公演でしたが、とても楽しく一体感のある公演で感動しました。ありがとうございます。帰りは松山で大変でしたが、見ればね、よかった。はい、そしてボーリングでは娘と妻が参加して。おお、はいはい、あ、見たよ。あ、見た見た見た、一緒に戦ったね。ね、うん、マジで甘いじゃないよ。違うね。しっかりパパは撮影系で皆様の写真を撮りました。うん、カメラ構えてたね。また楽しみやろ。撮影係よ、うん、目が悪かっただけ。はい、また楽しいイベント期待しています。はい、ありがとうございます。今ね、うん、そう、うん、ただいま姫キュンルームでカラオケ中でラジオ聞けません。すみません。うん、大丈夫ですよ。そんなこと、まあいっか。次のメール、はい、
最後のメールです。はい、ラジオネームかすみパパさんからです。はい、ありがとうございます。パパ先週は川之江公園お疲れ様でした。ありがとうございます。その次の日のキスケのイベント娘と一緒に行きましたよ。最近うちの娘は1/8分の1のブレスの衣装を着た可愛い女の子と友達になって待ち時間よく遊んでいます。そうだね、うん、さっきのうん、はい、パパの娘さんで先週の公演は久々ということもあり盛り上がりましたね、うん、特に緑の T シャツの人たちが頑張ってましたね、うん、久々の姫キュンは最高でしたよ。楽しかったです。これからも頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます。そうね、そうね、緑の T シャツね、羨ましいな。そう、しかもね、そう、お手伝いね、ね、すごくその緑を着た T シャツ、そうじゃない方もいろんなファンの人が後片付けとかね、定期公演で使ってくださって本当もうありがとうございました。すいません、ありがとうございました。はい、そんなそんな川の公演でした、はい、ということでエンディングをみんなで言いましょう、はい、せーの、恋愛エネルギー保存の法則、せーの、姫キュンフルーツさんでした。